オールナイトニッポン火曜日担当バックナンバーです。ボーカルギターの清水依です。ベースの小島和也です。ドラムの栗原久志です。来週の僕たちの番組では豪華で素敵なゲストをお二人お呼びすることになりました。まずはミュージシャンの高橋優くん。はい、高橋優くんはですね、みそじボーカル会なんて僕的には呼んでて、そのまあ一員なんですけれども、うん、言ってるだけでですね、実際お会いしたことって実は本当に数回しかなくて、うん、すごい慣れ慣れしい感じでいつも番組で一人こっちで言ってるんで、もしかしたら不快な思いされてるかもしれないんで、もしかしたら謝罪から入るのか、でもすごい盛り上がると思いますよ。はい、そしてはい、もうね、もう一人、はい、もう一方、スピードワゴンの小沢和弘さんです。はい、もうこの方はもうロマンティック、うん、ロマンティック最前線の第一人者ですからね。そうですね、はい、はい、だからまあ僕らもね、一応ロマンチックな曲書かせてもらったりとかしてるじゃないですか。はい、だからその対決になるのかわからないですよ、どういう形でね。ね、ゆうくんもね、はい、まあ人生の葛藤の歌とかね、彼多いですけど、やっぱラブソングもありますから、うん、これはもう三つどもえの戦い、何かそういうものになってくるんじゃないかなと。そしてうちね、栗原先生もいますから俺も、ね、歌詞書いてる人がね、はい、ね、まあね、すごい楽しい放送になると思うんで、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思っております。そんなバックナンバーのオールナイトニッポンは12月15日火曜日深夜1時からです。ぜひ生放送で聞いてみてください。よろしくお願いします。